皆さんこんにちはひろきですご機嫌いかがでしょうか私は元気にしておりますさてさて今日の雑学のコーナーです今回の雑学はシューマイになぜグリーンピースが載っているのかですはいえー、これには簡単ないやまあ簡単じゃないか当てられる人は少ないかもしれないですね 簡単な、子供の人方が結構簡単に答えられると思います。はい。ショートケーキのようにシューマイを楽しんでほしいからです。いちごの代わりです。<laughs> 給食そうなんです。日本初なんです。はい。つまり。 まあ、中国に行かれた方はご存知かと思いますが、私も見ておりますが、中国のシューマイにはグリーンピースは乗っておりません。<laughs> はい。日本独自の文化です。焼き餃子と一緒ですね。はい。そうなんです。はい。ご理解いただけましたでしょうかはい。こんな理由なんですよ。けど、ないと寂しいですよね、やっぱりね。 ショートケーキにイチゴが乗ってなかったら寂しいですよねはいそうなんですよもうついちゃったらもうのなくすわけにはいかんのですよ <laughs> はいということでこれがシュマイにグリーンピースが乗っている理由でございましたはいタンパク質も取れてバッチリバッチリはいということで今回の配信は以上となりますまた別の配信でお会いいたしましょう さようなら。